はい、来たよ。ティー君、来たよ。チームエトワールの亀井選手来てもらいました。来ました。なんか僕逆にリスペクトされてます、その感じ。やっぱね、X もインスタもですけど、今時の若者もやっぱ面白いところにしか寄ってこないと思うんでね。あ、確かに、はい、そうですね、はい、8体にね、どうやってやったら、はい、こう若い人だったり、まあお客さんですね、はい、来てくれるのかな、はい、楽しんでもらえるのかなっていうのを、はい、T 君聞きたいみたいで、あ、なるほど、ちょっと教えてほしいなと思って、はい、ちょっと連れてきたんですけど、どう思いますか。僕ズバリイケメンの推しを作ることですね。結構イケメンでしょ、結構イケメンでしょ、イケメン部類だったら結構上位来ると思うんですよ。まあ俺負けないですけどね。ジャンルがちゃうやんね。いや、面白部門じゃん。面白部門って何ですか。歌い始めるとか表彰式で、はいはい、とか、はい、シュッとかパワーとか言うとか、あの、うん、根本的に僕面白担当だと思ってないんですよ。あ、そうだ。いや、絶対振っとるやんね。いいですね、でもそう、やっぱ推しを作るのは重要だと思うんですよね。僕の場合だと結構マダムに人気があって。へえー、何歳以上、うん、何歳以上わかんないですね。30から50とかかな。お、逆にピチピチの女の子はそんな来ないんですけど。え、じゃあ逆にピチピチの女の子に向けて何かコメントありますか。一回喋りましょう、僕と。きっと好きになると思います。きっと好きになってくれる。ありがとうございます。ぜひ。じゃあこんな感じで、まあ、皆さんも推し作って8体来てください。はい、チームエトワール、あのゼッケン25番の亀井です、覚えてください。じゃあまたみんなで、はい、亀井選手に会いに行きましょう。じゃあね。